はい、皆さん、元気ですか？ご機嫌いかがですか？りょうさんです。今回はね、ユリアンレトリーバーさんですね。一緒に書いてみましょう。もう特徴ね、めちゃくちゃある、書きやすい方かなと思います。でね、もう心の強い、どんどん夢をね、実現していく、ほんまにすごい方だと思うんでね、一緒に頑張っていきましょう。それでは、どうぞ。はーい。はい、それではね、早速、下書きから書いていきましょうね。ユリアンレトリーバーさん。ね、ユリアン・レトリバーさんらしい表情の、写真を選びました。まずね、こう、なんていうんですかね、丸でもない、ちょっとこう縦に長い丸ですよね。で、結構、ぽっちゃりされてる方で、首、この写真、首見えないですよね。まあ、タートルネックを着てるんですけど、まあ、首がほとんど見えなくて、で、肩口、ね、首がほとんど見えなくて、耳の下らへん、エラらへんからこう、降りてきてるんですよ、肩口がね。なので、首かかずに、こういうふうに書くといいかなと思います。で、笑ってます。口をね、横というよりかはこう、縦に広がってる口。これもね、いろんな口見てください。横に広がる口、縦に広がる口ってね、いろんなたくさんのモデルさんを見比べていくとね、この人の特徴何かなって分かってきます。このね、ユリアン・レトリバーさんの写真だけ見て、特徴がわからないなと思ったら、いろんな他のね、人の写真を見て、で、またこの写真を見ると、あ、この人どんだなっていうのがね、特徴をつかめてきやすいと思います。はい。で、笑うと目がつり目になってますね、この方ね。はい。で、眉毛。眉毛も太いんですよ。目をね、薄目で見ると、もう線に見えませんか？目は、厳密に言ったら少し空いてるんですけども、これくらいだったらね、薄目で見て、もう線に見えたら、もう線で描いた方が、絵はユニークに仕上がりますよ。はい。で、その線、目の線に対して眉毛がね、何倍も太いんですよ。そこをね、特徴で捉えていく。これがポイントかなと思います。はい。ここまでね、特徴を捉えれたら、上に重ねていきましょう。紙を重ねて書きました。はい。で、鉛筆でね、書いていきます。まあ、鉛筆で書くときはね、りょうさんは鼻から書きます。全体のバランスが取りやすいんですね。で、鼻から書いて、で、目もね、しっかりこれもなぞってます。もうね、下書きで言い切って、その下書きをペンでなぞっていく、ペンというか、鉛筆でなぞっていくイメージなんですよね。こういきなりね、もう、なんていうんですか、りょうさんもライブスケッチとかだったら、もう下書きの後上に紙を重ねたとしてもね、パッとこうペンで書いていくんですけど、まあ、やっぱ最初ね、難しいと思います。なので、りょうさんもギフト書くときとか、慎重に書きたいときはね、慎重に書きたいときは一旦鉛筆で下書きします。ぜひ皆さんもこれおすすめです。そうすると、ペンにもね、入りやすくなると思います。で、もうペンで書くときみたいに、割とこう精密に鉛筆で書いていくんですよね。その時に鉛筆でこうちまちまとね、りょうさんもやりがちだったんですよ、昔。こう、精密になりすぎる。慎重になりすぎると、今度絵に、せっかく下書きでね、思い切って描いたこのユニークなこう表現、勢いっていうのが全部消えちゃうんで、なるべくね、ざっくりざっくり描くぞっていう頭でね、思い込んでね、ざっくり描くんだっていうね、頭に言い聞かして、ペン、鉛筆、ね、引いていきましょう。なので、目もね、しっかり線で引いてます。これせっかくね、下書きでざっくり線でバーッと引いてもね、鉛筆持ち替えたり、こう急にね、かしこまってね、で、こう目の中とか描いちゃうと妙にリアルになっちゃうので、もうこの塩梅はね、ぜひりょうさんと一緒にたくさんね、これからもアップしていきますんで、はい、絵を一緒にね、描きながら皆さん一緒に上達していきましょうね。はい。もうそうこうしているうちにね、だいぶできていきました。基本は下書きをなぞってます。なので、やっぱ下書きがめちゃくちゃ、重要です。下書きがやっぱ重要です。下書きで、パーツのバランス、位置関係ね、捉えていきましょう。で、似顔絵でね、まあ、大事なポイント、やっぱついついね、パーツにね、目が行きがちなんですけど、しっかりそのスペースね、ほっぺたの幅、ほっぺたのこう肉の塊がここに入ってるなとかね、顎これだけ空間あるなとかね、エラと口角の間これくらいスペースあるなっていうのをね、しっかりこう見ながら、描いていくといいんじゃないかなと、はい、思います。今ね、すごいこうユニークな髪型されてるんですよ。こんな普通の人いないですよね。だから、そこをちょっとね、ユニークさを誇張したいなと思って、あえてちょっと大きめに描いてます。本来ここまでね、大きくないんですよ。ね、まあ、ここはもう皆さん自由です。りょうさんはちょっとここがすごい面白いなと思って、で、この髪型がこのユリアネドリバーさんっぽいなと思ったんで、ちょっと大きめにね、誇張してます。はい。で、鉛筆が仕上がりましたね。こんな感じになっております。ね。で、ペンです。
ペンに持ち替えました。皆さん好きなペン使ってくださいね。で、りょうさんはね、このね、クレオラっていう海外製なんですよ。これね、知り合いがね、アメリカに知り合いがいまして、僕のパパ友ですね、彼がね、アメリカに知り合いがいるんですよね。で、その方にこう取り寄せてもらって、60本仕入れました。皆さんでもし欲しい方いらっしゃったら、日本でこれ買えないんで、はい、販売することもできますんでね、よかったらお伝えください。はい。で、これがね、このペン、りょうさん大好きなポイントがね、結構先っぽがね、三角形になってるんですよ。正三角形みたいになってて、立てると細い線が引けて、寝かせると太い線が引けるんですよ。一本でかなりこう引きやすい。あと、筆ペン、結構ね、りょうさんね、ずっとね、似顔絵デビューしてから、9年間ぐらいはね、まあ、コピックっていうね、画材使ってたんですよ。これもやっぱ素晴らしい画材で、めちゃめちゃいいんですけど、先っぽがね、柔らかいんですよね。で、こう結構ペンに、僕はね、使ってて、この硬い方がね、これ使った後、これがすごい書きやすいなと思ったり、そっからこれ使ってるんですけど、もちろん、コピック、これものすごい綺麗な線も引きますんでね、りょうさんもずっと使ってた、愛用してたペンで、これもペンのラインクオリティがね、ものすごい高くなります。で、またね、違うんですけど、結構アメリカ人、海外の人がね、このペン使ってる場合が多いんですよ。このクレオラって、今ね、りょうさんがちょうど使ってるペン。これが、割とね、思い切って書きやすい。まあ、誇張しやすいというか、なんでかって言ったら、こう、やっぱ、頭使うポイントって、もう、人間の頭ってこうね、脳みその中に入る量って決められてるじゃないですか。僕も相当不器用な人間なんで、決められてるんですよ。やっぱユニークに書きたい、誇張したいっていう方に、とかね、めちゃ似せたいとかね、思い切ってこうスピーディーに描きたいみたいな、そういう思いが強いんで、特にこういうライブスケッチとかね、早く仕上げる場合、ね、エンターテインメント性のある場合はやっぱ誇張を重視したいんで、そのペン先の柔らかいよりも硬い方がね、なんていうんですか、こうマジック、昔やってたね、落書きに近い感じでね、こう描けるというかね、これ完全に好みですね。ほんと好みです。皆さんもね、全然筆ペンの選びやすいって人もぜひ筆ペンね、使ってほしいんですけど、僕はこれ使ってます。はい。で、まあ、どっちにしろね、筆ペンでも、このペンでも、立てると細い線が引いて、寝かせると太い線が引けます。やっぱね、マジックとかそんなになってくると、もう先が硬すぎて、しかも細いんで太い線が引けないんですよ。でも、このクレオラって今使ってる、りょうさん使ってるこれが結構ね、その寝かした時に太い線が引ける、あの質感というか、その紙に触れた感覚はマジックに近いんで、めちゃめちゃ使いやすいんですよね。おすすめです。はい。で、今ね、線引いてます。はい。で、何回かね、動画で、お伝えしてます。そのラインにはね、ポイントがあります。プロらしく見せるポイントがあります。これが細いところは細い線で、で、太いところは太い線で。で、この細い線引くところと太い線引くところっていうのは、やっぱりね、パターン化してます、正直。ここをね、掴めば、皆さんもね、ラインクオリティグッと上がるんですよ。はい。で、ね、りょうさん動画で何遍もお伝えしてるみたいに、太い線を引くところは、まずアウトラインね、外の線、外側。そして、影になる部分。鼻の下とかね、上唇の下側。上唇ですよ。上唇の下側。で、あとは、まあもちろん目とかもそうなんですけど、それぞれにやっぱね、影になる部分ってあります。ぜひ皆さん、一緒にね、ここ、ライン描きながら学んでいきましょうね。りょうさんしっかり丁寧にね、お伝えしていきますんで。で、さらにもっと詳しく知りたいっていう時は、りょうさんのね、描き方動画、似顔絵の描き方動画、このね、YouTube 動画の、リンク下の方にもね、概要欄の下の方にも第1回から第15回でね、それぞれ上げてます。線に特化した、回で言ったら、第13回プロのペンの入れ方ね。で、各パーツはそれぞれね、2回から、10回まで、服も含めてね。で、一番大事な下書き、これは第1回で、1回と第8回で、はい、下書きについてもお伝えしますので、ぜひこちらご覧ください。それでももっと詳しく知りたいという方ね、いらっしゃったら、ぜひりょうさんにね、ダイレクトメッセージ LINE でも、はい、ください。ワンツーマンレッスンしてますんでね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、それでは今度カラーですね、カラー、これはね、ワックスパステルね、材質は色鉛筆ですけども、これを使っています。使ってます。はい。これもね、ペンと一緒でね、立てたり寝かしたりして陰影をつけているんですね。
ね、この画材もちろんいいですし、あとはこう iPad でね、書く場合もあります。りょうさんも実はりょうさんね、LINE スタンプとかめちゃ作ってるんですよ。似顔絵 LINE スタンプ、これね本当人気なんですけど、これ全部線画そしてカラーリング全部 iPad で作ってます。よかったらりょうさんのホームページとかインスタグラムとかね、まあ普通にネットでもね、似顔絵りょうさん LINE スタンプって調べたらね、ブワーってりょうさん作ったやつ出てきます。よかったらご覧ください。それくらいのものが実はね iPad 一つでね、色もつけれるんですよ。これもめちゃめちゃ便利なんで、ぜひiPad もねおすすめしてます。で iPad の書き方もっと詳しく知りたいと思ったら、ぜひまたね、まあ、宣伝みたいになるんですけど、iPad の使い方第11回から第15回でねしっかりお伝えしますんで、よかったらご覧ください。すいません、はい、こんな感じで完成しました。いつも本当に皆さんご覧いただいてありがとうございます。ぜひね、これからも一緒に書いていきましょう。もう書くごとによってやっぱ絵はね上達していきます。わからなかったらもうねコメントでもメッセージでもください。お伝えさせてもらいますんでね。はい、では、今後ともよろしくお願いします。もしよかったら、高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。いつもありがとうございます。おおきにです。